なんか大いなる成り行きで今のこんな感じになっちゃったんですけど、こんなになっちゃった。ワンダーボ放年祭りっていうチラシがありますけど、あそこがコロロちゃんのおかげさまというか、それでなんか やれなくなって、そのオーガナイズしていてくれたゆうたくんが全部の機材を持ってくれて、あと遠くから来てる人たち、名古屋、宮崎、あと大阪、岐阜、そういう人たちも来てくれてます。順番がどうなるかわかんないけど、とにもかくも僕のホラガイから始まって、あと今日初デビューするギターと歌を歌う、人前で歌うのが初めての初デビューです。名前は大森遥ちゃんが、なぜこうなったかというと、新見に伊風来美術館という縄文の美術館があるんですけど、そこが今すごく世界的になっていて、その伊風来さんの長男がこの間2月16日に突然くも膜下出血で亡くなってます。33歳 で、その蓮也君という人に一度会っただけだけど、このところの存在が刻まれていて、その岡本さん聞いててね、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 聞いててね、その訃報を聞いたときに突然曲が生まれてきて、ギターもあんまり弾いたことない、でも曲が生まれてきて、その曲をなんとか形にしようと思って、この間ここにまあ半分泣きながらやってきて、曲を弾いてくれたんですよ。その時はなんかスマホかなんか そのコード進行を見ながら断続的に弾いてくれたけど、なんだこいつと思ったけど、なんか突然泣き始めて、でも最後まで弾いてくれて、どうしても今日は彼女に弾いてもらいたくて、とにかくコード進行を見ないで、やめないで、最後まで弾いて歌って初デビューしてほしいということで、今日やってきました。その大森遥の後にどんどん続きます。名古屋、宮崎、どこだっけ、遠いとこで、最後の最後に中でシュリーさんっていうインド音楽の大家の女の人がいて、それと天才舞踏家の黒瀬君宏が中では踊ります。中がそこ、できれば最後までいてください。いきますよ、いいですか皆さん。Bye.
光の合図が出る夜と朝をつなぐ作業でコンクリートの中へ来てくテレビで海を眺めながら君の声ととても優しいこの場所を「でも忘れたくはないのよ」「雲がいつの日も同じ方に流れるから」「何度目の空だろう」「影で遊ぶ」光の中に行くのよ。ほらほらの泡たまにプリズム、あなたが話してる顔を見て。
岩手県に冬に遊びに行こうと思って岩手県に行って、その帰りにお友達が東京にいるから遊びに行って、友達は仕事だから仕事に行って、私はなんか東京で一人になったからどこ行こうかなと思って、でなんだハードオフハードオフかな、どっかにあの大きい中古の楽器とか売ってるとこに行ったら、入り口のとこになんかこれがドーンってこう掲げてあって、でなんか丸くて可愛いし蝶々ついてるし、なんかいいなと思って、タライですよね、タライ、オッケー、オッケー、あ、オッケーか、そう、オッケー、なんか有名なあのメーカーらしい、そう、ヤイリっていうところの、うん、一個一個手作りしている会社なんですけど、ギターをヤイリっていうところ、大森ハルフちゃん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、あの最初にここに来た時はあのなんかこれできんとここうとか見ながらやって、今日は見ないでやって、今度は次の本番が待っていて、7月の28日にドローンです。7月28日に岡山の天神山プラザっていうところに縄文スパイラルアートっていうのがあって、あの縄文焼きの作品展があるんです。そこ あのオープニングで演奏してもらおうと思ってます。この時はだから、もっとぶっといってますので、7月28日、天津山プラザ、覚えておいてくださいね。今日聞いた人が行くと、お願いします。初デビュー、人まで行くのは初めてです。大森遥、ありがとうね。ありがとうございました。ありがとうございました。